どうもこんにちは。作業療法士のおゆのです。今日は高齢者の方に向けて足の指の筋肉をとことん動かす寝ながらできる足ドック体操というのをご紹介していきたいと思います。皆さんは足ドックという言葉は聞いたことありますでしょうか？最近メディアでもね、たくさん取り上げられるようになりまして、足ドックというのは、健康は足元からと言われるように、足の状態ですね。例えば皮膚の状態とか爪の状態、血管、血流、そして筋肉や関節、様々な足の状態をアプローチしてサポートして健康を、作っていくというのがこの足ドックになります。簡単に言うとね、こういった内容になるんですけど、このですね、足の指というのもね、やっぱりすごく大事になってきます。この足の指というのはね、立ってるとき、歩いてるとき、唯一地面に触れてる場所ですよね。足の裏とか。こういった足の指や足の裏の機能が落ちてしまうと、いわゆる立ってるのも歩くのも、そしてバランスを取るのもままならなくなってしまいます。それだけではなく、やはり足の血流もとても大事ですよね。例えば足の血流が悪くなってしまうと、冷え症とかむくみとか、あと鬱血といってね、血液がちょっとこう滞ってしまって血栓がね、できやすくなってしまう、そういったですね、怖い病気にもね、つながってしまう可能性があるので、やはり足の指の力というのはすごく大事になります。なので今日はですね、足の指に特化した寝ながらできる運動というのをご紹介していきますので、今まで足の指あんまり運動してなかったなという方であったり、足がもうすごい冷えちゃって足の指の動きが悪くなったなという方はですね、とても参考になると思いますので、私と一緒に足の指たくさん動かしていきましょうね。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして私の過去の動画ではですね、足の指の使い方やバランス、それを紹介した動画というのもありますので、もしよければですね、他の過去の動画も合わせてご参考いただければと思います。こちらですね、動画の最後にクリックできますので、最後も確認してみてくださいね。さあ、それでは足の指から健康を整える足ドック体操とはどんな方法なのか、僕と一緒にやってみましょう。さあ、それではですね、足ドック体操早速行っていきましょう。まず仰向けになって、そしてお膝を立てましょう。さあ、そしたらですね、軽くですね、つま先を持ち上げていただいたら、足の指でグー、チョキ、パーと動かしていきます。この時ですね、グーはこうやってね、ギュッと握っていただいて、チョキは親指が上で、他の4本指が下を向く、でパーは大きく開くという形で、グー、チョキ、パーを20秒間ですね、自分のペースで行っていきましょう。ではお膝立てでちょっと足先を持ち上げていきますよ。よーい、スタート。チョキパグーチョキパグーチョキパーと動かしていきますよ。ちょっとね、チョキがね、やりづらい方いらっしゃると思います。親指が上で、そして他の4本指が下を向くようなグーチョキパーですね。さあ、これでどんどん指を動かしていきます。はい、 OK。 さあ、そしたらですね、今度は、もう少し足を前に、ね、こう出していただいたら、足首をぐーっと反らしながらグー、そして倒しながら大きくパー、足首の動きに合わせてグーパグーパと動かしていきます。力強くギュッとやってしまうと足首周り痛くなっちゃうかもしれないので、痛みが出る場合は、軽く優しく行ってください。ではいきますよ。よーい、スタート。グーパグーパと足首の動きに合わせてですね、足首を反らしたときはグー、倒したときはパーと動かしていきましょう。さあ、このように足の指も足首も全体を使っていきますよ。はい、 OK。 さあ、でですね、今度はこのようにですね、足首を内側に向けたときにグー、そして開いたときに指も開くと、内側はグー、開いたらパーと、グーパーと動かしていきましょう。ではいきますよ。よーい、スタート。グーパグーパと内側外側、内側外側に合わせてグーパグーパと、これもですね、足首の横の動きに合わせて指を大きく動かしてあげましょうね。はい、 OK。 さあ、そしたら今度はこのようにですね、もぞもぞと、イモムシのようにね、前に足の指を使って前に移動する。で、ある程度前まで行ったらまた戻って、もぞもぞもぞと、このように足の指を使って動いてみましょう。では20秒間いきますよ。よーい、
スタート。はい、ではこのようにですね、指を使って足がどんどん進んでいくようにしましょうね。そしてある程度進んだらまた戻してと動かしていきます。さあ、足の指を細かく細かく素早く使っていきますよ。足がつりそうな方は無理しなくていいですからね。はい、 OK。 さあ、そしたらですね、今度は足の親指をですね、このように弾く、下に弾いて上に弾いて、下に弾いて上に弾いてと弾く動きですね。足の親指と人差し指を使ってこう弾く動きをしていきましょう。でこちらも20秒間いきますよ。よーい、スタート。はい、ではこのように足の親指、人差し指をメインで弾いていきましょう。さあ、このようにですね、足の親指がね、一番強い場所になりますので、細かくこうやって弾くとね、結構疲れると思いますからね。足の親指がいっぱい動いてくるのが分かると思います。はい、 OK。 さあ、そうしましたら今度は足の甲にかかとを乗せていただいて、ちょっと指圧をかけながらですね、このように足の甲をこすってあげましょう。ではこちらも20秒間行っていきます。よーい、スタート。さあ、このようにね、足の甲をちょっとこう指圧をかけてですね、指の方からちょっと上の方からと行ったり来たりして指圧をかけていきます。さあ、この時に足の甲にはね、側肺動脈といって、足の指に向かう血管があるので、これで血流をね、足の指の血流を良くしていきますよ。はい、 OK。 では今度反対側いきますよ。よーい、スタート。さあ、寒い時などね、足の指冷えてしまうと思います。こういうふうに側肺動脈という足の指に向かう血管の流れをね、良くしていくためにこうやってこすってあげましょうね。かかとじゃちょっと痛いって方は足の裏でもね、 OK ですからね。しっかりとこすっていきましょう。はい、 OK。 さあ、そしたら最後はですね、このように膝の上にふくらはぎを乗せていただいて、ここでこうやってですね、前後に動かしてあげましょう。というのもですね、足の指の筋肉って実はふくらはぎの高さから始まっていますので、これもですね、実は足の指の運動なんですね。ではこのように20秒間動かしていきます。よーい、スタート。さあ、ちょっとお膝にですね、押し当てるようにふくらはぎを、このようにですね、押し当てて前後に動かしていきましょう。さあ、これふくらはぎね、結構硬い方は痛いかもしれないんですけど、これほぐれるとね、足つらなくなったりとか、むくみもね、改善したり、夜間頻尿も改善していきますからね。はい、OK。では、この反対ですね、いきますよ。よーい、スタート。はい、ではこのようにですね、前後に動かしていきましょうね。さあ、足の指というのは実はこの辺りからね、筋肉が始まっていますので、しっかりとここからケアしていきましょうね。これ結構ね、気持ちいいと思いますからね。はい、 OK。 さあ、そしたらですね、一度来てみましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、このようにですね、足の指をいっぱいいっぱい動かしてあげるとですね、結構足がね、ポカポカしてきたりとか、足の動きが良くなると、先ほど申し上げたように歩いてる時とか立ってる時、バランスを取る時に本当に力強くなってくれます。この足から健康を整える体操、足ドック体操ですね、今まで足の指あまり鍛えたことなかった方、ぜひ行ってみていただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法、これからもどんどん紹介していきたいと思います。私の過去の動画ではこのようにですね、足の指のトレーニング紹介しておりますので、こちらも合わせてご確認いただきたいと思います。それでは今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様、お疲れ様でした。いっぱい足動かしましょうね。